ヘインプステッド軍はアメリカ合衆国アーカンソー州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は22,609人であり、2000年の23,587人から4.1%減少した。軍庁所在地はホープ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ヘインプステッド軍は1816年12月15日に、 クラーク軍やプラスキ軍と共に州内4番目の軍として設立された。軍名はミズーリー巡州からアメリカ合衆国議会への大議員を務めたエドワード・ヘムステッドにちなんで名付けられた。ミズーリー巡州は当時現在のアーカンソー州を含んでいたアルコールの販売が禁止されている禁酒軍である。軍内のホープ市から北西9マイルほど歴史あるワシントンの村に 歴史的ワシントン州立公園がある。1973年に古きワシントン歴史州立公園として開園したが、2006年に古きが除去された。19世紀から20世紀初期に建てられた多くの建物がある歴史的村落を徒歩で探索できる。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は741.36平方マイルであり、このうち、 陸地728.77平方マイル、水域は12.59平方マイルで、水域率は1.70%である。ヘンプステッド軍は、アーカンソー州南部あるいは南西部に属すると、みなされている。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アーカンソー州の軍はさらに軍区に小区分されている。各軍区には、未編入領域と、 変に渦み自治体がある。現代の軍区には、その維持目的が限られたものになっている。アメリカ合衆国国勢調査局は軍区をもとに、人口を集計している。また、経図調査など、歴史的な目的には、価値がある。一つ以上の軍区に入っている町や都市は、統計調査に基づいて扱われる。ヘンプステッド軍の軍区は、カキリストの12区であり、 その中に含まれる町や都市をカッコカきしている。ありがとうございます。